はい皆さんこんにちは事業性評価基点の企業価値向上フォーラム今日は被財分分析の26回目在庫についてお話を申し上げたいと思いますそれではコンテンツをご覧くださいえ今日のコンテンツは在庫ということでまああの在庫については2回お話をしたいと思ってますけれどもまず在庫とは何かそれから2番目に在庫は多い方がいいのかそれとも少ない方がいいのか そして3番目はなぜ多くの企業が在庫の最小化を図ろうとしているのかそして4番目に在庫の特性ということでお話をしたいと思いますそれでは早速1枚目のスライドをご覧くださいまあ、我々あの決算書を頂戴してえ対策対照表を見ると必ず在庫という欄があってそこに在庫の数字があって で多くの業態においては、この、まあ、なんていうんでしょうか、その在庫の金額というのは比較的しっかりある場合があって、決算書上もまあ重要な科目ということになっております。でまた、あの我々銀行員でいうと、特にこの在庫が多いような業種、会社についてはですね、なかなかこの銀行員自体が自治棚のしとか、在庫の実態把握をするということが難しいという面もあって。 その非常に業績が悪いようなケースにおいては、あるいはその在庫が非常に多い、業界のまあ水準より多いというようなケースに関しては、ですねやっぱり粉飾を疑うというのは、健全性の観点から、ですね今まで在庫を見ていくことが多かったと思うんですね、財務的なまあ科目の重要な科目、それはいろんな回転率とか、あるいは今言ったように、利益に直接ダイレクトに響くとか、あるいはその不良性があると、資産査定上も問題が出てくるとか。 そういうどっちかっていうと健全性確認の観点から在庫を見てきた人が多いと思うんですね。で、またその最近は ABL なんていうことも出てきましたんで、人によってはそのアセットベーストレンディングの中の在庫をしっかりとまあ抑えるということで、在庫の一覧表なんかをまああのもらうようなことで確,確認をしている方もいらっしゃるかも分かりませんで。ただですね、私はまあ、特に事業性評価においては、 これいつも言ってますように事業性評価の目的というのはお客様の未来をより良いものに変えていくということにあります、まあ、企業価値の向上ですね。ということで言うとそのお客様はもちろん懐疑的に見るということではなくて何が本当なんだと在庫の,その実態とは何なのかその在庫に対する考え方はどうなのかそういった目でですねさっき言ったように単純に健全性のチェックということではなくて見てほしいなというふうに思います。 それでポチの2つ目をご覧いただきたいと思います。在庫とは何か、まあ、在庫とはまさに蔵にあると書いて在庫でありますけれども、まさにそのこの通りでありまして、蔵にあるもの、それは何が入っているのということであれば、もちろんその原材料が入っていたり、あるいは場合によっては仕掛かり品が入っていたり、あるいはその製品、商品、こういったものをしまってあるというようなことがまず、在庫ということであります。 でその在庫の、まあ、じゃあ意味は何なのということでいうと、まあ、1つは、ね、そこに書きましたように調達と販売の,その機械のまあ調整だとアレンジメントなんだということなんですね。でどういうことかというとやっぱりその物のを作ってすぐ消費者に手に届くということはやっぱりない物理的に難しいわけで。 まあ当然製造業であれば仕入れてから作る間に一定の時間がかかるさらにそれを作って今度その卸とかお店に持っていくのに当然時間がかかるとそのすぐ速攻で売れるっていうことはないのでやっぱりどっかで物を保存しておく確保しておくということが必要だと、まあ、そういう意味でのまあ調達と販売の機械調整というのが一つの在庫の機能ということができます。それからまあ もう一つは言うとですねまあ、安定性と、まあ、安全性ですね安全性と効率性の調整の産物というふうに書きました、まあ、これはさっきちょっとあの申し上げた仕入れのところで申し上げたかも分かりませんけれども,もうそもそもその在庫を持つ意味の中にやっぱりこう欠品してはあの売れるもんも売れないっていうことでいうとしっかりと在庫を持っているからこそ、まあ、スーパーだってそうですよね棚に えー、例えばカレーが並んでるのにカレーが急になくなってしまったらば、まあ、売るっつっても買う人は取れないわけなんでやっぱりそのお店の棚にあるのも、まあ、ある意味で言うと在庫なんでそこでこう取っておく取っておくからこそ買うことができるという、まあ、そういう欠品リスクに対応するということがありますそれから一方でできるだけ在庫っていうのは少ないやっぱり持ってれば持つほどそれはあの品揃えは十分なんだけどお金はかかりますからねやっぱり回転性を良くしていきたいっていう意味で言うとできるだけ適切な数 適切なま品数といったようなものを保存していきたい。まあ、その調整の産物ということができると思います。それでは、次のページをご覧ください。で、まあ2つ目がですね。まあ、在庫は多い方がいいのか、少ないの方がいいのか、まあ、こう進学論争みたいなところがあるわけであります。で、これに関してはですね。まあ、一覧表にまとめました。まず、縦軸在庫が多い少ないで、横軸にメリットデメリットっていうことですね。 まず最初に在庫の多いメリット少ないメリットについて見ていきたいんですがまず在庫が多いメリットというのはまずまとめて購入できれば当然のことながら一個一個細かく買っていくよりはコストを下げることができますそれから当然たくさんきちんと持っていれば自工程製造業なんかでもそうですよね原材料をしっかり持っていれば簡単なく材料,在庫材料を切らすことなく生産ができるそういう意味での投入の円滑性。 それからまあその販売なんかでいうと在庫がしっかりあるからこそ欠品しないで販売機会を失わないと、まあ、こういう在庫が多いっていうのはそういうメリットがあるわけであります一方で在庫を少なくするメリットっていうのは、えー、当然在庫をしておく以上はまあ倉庫のに置いといたりするという意味でいうと保管料がかかりますあるいはその売れなかったり長く売れないあるいは陳腐化してしまって、えー、場合によっては腐らせるような 場合には当然その処分コストがかかってしまうということで、ま言ってしまえば、その売れないものをたくさん在庫として持っていると損しちゃうって話ですよね。それから3つ目があのその在庫を仕入れるにはまあ借り入れ通常借り入れを持ってやっていくということからすると、金利コストがやっぱりかかってくる。こういった。まあ、コスト面のデメリットっていうのはやっぱり大きいわけであります。一方でそのデメリットはどうなの？っていうことで言うと。 在庫の多いデメリットというのは今と、まあ、ある意味でいうと反対の話になってきますけれども在庫の保管料が余計にかかるしあるいは在庫が履けないと陳腐化あるいはその劣化のリスクが高いあるいはその金利コストがいる同じように在庫が少ないデメリットというのは仕入れコストがつどつどやっている分手間とかいろんなことを含めてかかってくるあるいは欠品が増えたり在庫管理の手間が増えると。 ということで煩雑にまあマネジメントがなっていくあるいはその場合によっては欠品してしまうというリスクがあるとこういうことが在庫が多いのか良いのか判断に迷うところでありますで次のスライドをご覧くださいまあそう言いながらもですねやっぱり一般的にはできるだけ在庫を適正在庫を少なめに持っていきたいというのが多くの企業の基本的なその動きということになります。 で、なぜやっぱりこの在庫の最小化ま。ここは最小化という風うに考えました。けれど、まあ、書きましたけれどもある意味で言うと最適化なんですけどね。で、在庫のまあ削減を図ろうとする理由としては、まあ、概ね3つぐらいあるんだろうと思ってます。1つは今言ったように在庫保持コスト。まあ、仕入れのための借り入れもしなきゃいけない。あるいはその貸倉庫に入れるんであれば、保管料がかかるといった。そういうコスト削減の問題であります。それからまあ2つ目がこの効率性という観点で。 やっぱり在庫が多ければ多いほどですねまあさっきの,あのトヨタの看板方式なんていうのは言うと在庫がむしろないっていうことですもうその在庫を持たない分生産性も上がっていく効率性も上がっていくというねその簡単なくその最低のコストで回していくというような観点があるわけであります。それから近年3番目としてキャッシュフロー経営の重要性の認識が高まっているということでまあそこに CCC 日数まあキャッシュコンバージョンサイクルの日数とか あるいはその財務指標でいうと ROA、総資産営業利益率みたいな形でやっぱり在庫が膨らんでいるとですねいろんな数値が悪くなっていっちゃうということでやっぱりしっかりと現金化できるように在庫の量も当然最適化していく必要があるとこういうことであります。次ののスライドをご覧くださいで改めめてて今日ままとめも兼ねましてねし で何なんだろうっていうその在庫の特性を考えますとまずそこの1行目に書きましたように在庫というのは放っておくとですね基本的にはやっぱり増加する宿命にあるまあ罪なこと書いて在庫なんていうねまちょっとその皮肉な言い方もあるわけですで、なんでこの放っておくと在庫が増えてしまう宿命にあるかというとその仕入れに関係してくる在庫に関係する各部門の人々の ま思いいいががああるるととととううここなんですね立場があるという例えば仕入れ担当の方からするとまとめて仕入れた方が当然安く仕入れれるよねとで当然そのた,たくさん仕入れた方が手間もコストもまあ下がってくるっていうことありますで逆に言うと細かく管理をしてくれっていうことなんだけど今度在庫を細かくしてもちょっとミスが出てね在庫を切らしちゃうといろんなとこから文句が来られるそんなことだったらやっぱちゃんと持っておきたかったねっていう話になるわけです。まあだから やっぱり仕入れ担当をしている人から言うと、ある程度の在庫量を確保したいというま思いになりがちになります。それから同じように生産担当はまとめて作った方が当然生産性のあの上がってきますよね。あの寸止め寸止めで作っていくよりはやっぱりこうまとめてガーって作っていった方が生産性上がります。 それからやっぱり逆にあのこまめにこまめにっていうことは工夫でやっ,ぱりやっていかなきゃいけないんだけれどもやっぱり欠品を起こすと取引先からペナルティがあるのである程度のやっぱり生産量を確保したいとそれから売る方からするともう当然これはあの販売機会を失いたくないという観点からすると常に「はいすぐ出せます」「はいすぐ出せます」って言いたいわけですねそういう意味でいうと種類も量もともに潤沢に持ちたいまあ営業なんかはそういう感じになるわけであります。 まあ唯一、その在庫を最適化したい減らしたいと考えているのはまあ財務部門であってさっき言ったように金利コストがかかってくるよとあるいは財務指標が悪化してまあいろんなところの数字が悪くなってくるよお金もかかりますよということで言うとまあ在庫の最小化は何としても図りたいこういう,こう綱の引き合いみたいのでまあ在庫というのがまあそのどうバランスできるかという,ような話になってくるんですね。 ま、そういった意味で在庫の特性を理解しながら、この次のまあ、あの次回のミニ講義も参考にしてほしいと思います今日は在庫の第1回目についてご説明をいたしました。ありがとうございました。